はい、どうも、かっくんチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今映っているのは南沼エビなんですけども、アクアリウムで飼育できるエビというのは日本の川に生息している種も結構いますね。でこの南沼エビもその一つなんですけども、これに似た大和沼エビも、日本の川に生息しているエビなんですけども、そのことからですね、川で自然採取したものを水槽内で飼育したいという方も、結構いると思うんですよ。ただ実はですね、この2種類以外にも結構多くの種類のエビが生息していて、大和沼エビはですね、体の斑点からすぐに判別はできるんですけども、南沼エビはですね、結構模様がいろいろあったりして、他の種でよく似たものとですね、見分けるのが難しいっていうふうに言われたりするんですよ。でそうですね、よく似てるエビだとスジエビというのがいるんですけども、名前の通りですね、黒い筋模様が入るので、慣れている方でしたらね、見分けるのはすごく簡単かとは思うんですけども、体の大きさとか、あと生息域が完全に南沼エビとかぶってるので、そのことからですね、よく南沼エビとか大和沼エビを川に取りに行って、実際に取れたエビはですね、筋エビだったってことは結構あったりするんですよ。でちなみにこの筋エビは地域によって呼び名が違ったりして、萌エビとか川エビなんて呼ばれたりすることもありますね。でせっかく自然採取できたんだから、スジエビをですね、水槽内で飼育することはできないのかなというふうに思う方もいると思いますので、この動画では、このスジエビの飼育についての話をしていきたいと思います。でまずこのスジエビはどんなエビかというと、テナガエビ科に分類されるエビの一種で、これ釣りをする方でしたら見たこともある方もいるかもしれないんですけども、釣りの餌として利用されたりするんですよ。あとはですね、これアクアリウムでも調べてみると出てくるんですけども、中型から大型などの、肉食魚ですね、これの生き餌としても売られています。でこのスジエビの生息地は一応はですね、沖縄を除く日本全域に生息するエビというふうに言われてるんですけども、結構調べてみると沖縄でも生息してるっていう情報があるので、日本全域に生息してると言ってもいいのかなと思います。すごく生息域が広いエビですよね。でなんでここまで生息域が広がったかというと、先ほど釣りの餌で使用されるエビというふうに言いましたけども、釣りの餌で買ってきたエビを、余ってしまった、スジエビですね、それをですねそのまま、川に放してしまっていたのが原因だと言われてるんですね。なので本来生息が確認されていなかった場所でも、結構見られるようになったっていうふうに言われてます。でこのスジエビはですね、水槽内で飼育ができるかどうかということなんですけども、単独飼育であれば問題なくできますね。単独というのはですね、スジエビだけで飼育するということですね。逆にこれ混泳する場合はかなり注意が必要ですね。ちょっと考えてほしいんですけども、日本の川には結構多くの種類のエビが生息してるんですけども、よく聞く名前のエビって言ったら、大和沼エビと、あとは南沼エビの2種類ぐらいですよね。でここの2種類というのはコケ取りのエビとしても有名ですし、あとは同サイズ程度の魚であれば、問題なく混泳できる種でもあるんですよね。でこのスジエビはですね、なんで混泳する場合にかなり注意が必要かというと、まずはですね、肉食性がかなり強いっていうのがあるんですよ。でそれからテナガエビ科のエビだけあって、他の沼エビよりもハサミが大きいという特徴もあるんですね。あとですね、餌が足りていないと共食いをするというふうにも言われてます。そんな感じの理由があるんですけども、実際にですね、小さい魚を捕まえて食べてしまうというのはかなり多く聞きますね。例えばですね、今僕はですね、この水槽内で、メダカと南沼エビを混泳させてるんですけども、こういったメダカとかですね、あとは体長がすごく小さい、2センチから3センチほどの熱帯魚とかですね、そういったものはですね、すごく食べられてしまう危険性が高いので、混泳はしない方が絶対にいいです。逆にスジエビよりも大きい生態とであれば、混泳はすごく簡単にできるというふうにも言われてますので、スジエビはですね、肉食性がすごく強いエビではあるんですけども、全く混泳ができないっていうわけではないですね。ただですね、混泳させる魚が大きすぎると今度は逆にスジエビが食べられてしまいますので、その辺はですね、慎重に行った方がいいかと思います。このスジエビはですね、よく見てみると結構綺麗な模様をしていて、あとはですね、他の沼エビに比べて動きもすごく活発で、まあ、鑑賞の観点で言うと、見ていてすごく楽しいという声は多いんですね。なので、もしスジエビを採取して、飼育する機会があればですね、スジエビだけで飼育を楽しんでみるのも、面白いかと思います。ただですね、小型の生態と混泳させる場合は、先ほど言った、肉食性が強いとか、あとはハサミが大きいなどの理由がありますので、混泳はしない方がいいです。ぜひご参考になればと思います。そんな感じで今回の動画は以上となります。もしよろしければ、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。あと Twitter もやってますのでお気軽にフォローしてください。よろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。